安倍構造は、日本の歴史学者、旧、東京都立大学教授、牧師、平和運動家、政治家、第10代東京都立川市長、広島県広島市出身。最初、川端が学校の藤島武寺に支持したが1928年、香川とよひの集会に出席して、進学を学ぶことを決意する。神田の中央バプテスト教会で、 中島力三郎からバプテスマを受ける。関東学院に入学、進学部に学ぶ。キリスト社学生運動に参加の後、日本戦闘的無神論者同盟に加盟。1933年治安維持法違反容疑で検挙され執行猶予。1937年同志社、大学文学部進学科を卒業すると、姫路バプテスト教会に赴任する。1940年に、 カリフォルニア大学のバークレイバプテスト神学校で学び終了する。戦争により1942年帰国し、東京四谷教会の牧師を務めていたが、空襲で街道が消失し、会員は試算した。その後、阿佐ヶ谷で牧師をするが、召集された。終戦後、復員し、平和と社会のために尽くすことを決意し、 1949年より、東京都立大学創立時より、人文学部教授として教壇に立ち、社会思想史を講じた。1952年第1回アジア太平洋、地域会議のために、日本平和連絡会を結成する。また、中国残留日本人の帰国事業に関わるが、1953年5月には、舞鶴の帰国者大会で不法監禁容疑で、 逮捕起訴され、四谷教会を辞任する。1964年、最高裁は、バイズル事件で有罪の決定を下し、安倍は、都立大学の職を失い、1967年4月1日、復職した。その後、進歩的キリスト者として、憲法解悪組織各界連絡会議幹事長、日本平和委員会会長などを務めた。1971年、 社協両党の統一候補として立川市長選に出馬し当選。当時の立川は立川基地の返還が具体的に日程に上がってきた時期でもあり、自衛隊の移住も絡んで市議会が混乱した。安倍は革新市長として自衛隊移住反対を打ち出し同士内へ移住してきた自衛官の住民登録拒否という人権侵害事件を起こし大きな事件となった。 一方で在任中、立川駅南口都市改造計画調査委員会や、砂川地区開発協議会を発足させるなど、地域開発計画に実績を残した。また高齢者福祉就労事業を発足させるなど、福祉政策にも積極的に取り組んだ。ありがとうございます。